山田裕貴、大石愛貴の男子決勝戦、2019パーフェクト第16戦岐阜大会ですね。さあ山田、大石、さあこの2人の試合も面白いですよ。はい、疲れてんな、大石選手の。山田選手はどうですかね。お、集中してますね。なんかひげ切りましたね、山田裕貴。ですね、本当難しいと思います、はい、やっぱりこう運っていうのもね左右されますからね。まあ、この3投の大事さをね、分かってる山田裕貴ならではのコンセントレーション高め、あー60だ。さあ大石選手、20はもう本当に今日はね愛機ゾーンですよ。20はもうこの20はほぼ完璧。スワホでこのレッグをね献上などすることであればもう一気に苦しくなりますからね。山田裕貴選手はもう先行後入れ替わっちゃいましたから、ね、で大石選手が140からのこのトーン80得意のパターンですよね。123ですね、今トーン80のようなもんですよ、はっきり言ったらもう横ずれワンビートですからね。さあ山田裕貴はここで180返すパターンですよ。これも上手いね、このパターンで。もう今日なんかお決まりのこうレース展開って感じですよね。さあ大石がここでもう一回180いくんですよ。来ないですね。で140がくるんですよ。まあまあ140のようなトーンですよね。もう言わんどこ。さあ60からもう一歩60、41残り。さあ大石選手ね、ここは60じゃない、18だ、失礼しました。さあ60、そしてアレンジですね。残にアレンジからの16、しっかり決めた山田裕貴。さあ大石愛貴先行のクリケット、80点を取ってきます。さあ、スマーク。クリケットの方がね、少し大石選手合ってないイメージがありますけどね。さあ19からの攻め、さあ7本で加点決めてきます。
さあオーバーカットタイムに入ります。オーバーまで。さあトリプル18。あここで、トリプルに回りますね。山田選手今日18合ってるイメージですけど、下からすごい切り替えた後の3投目がしっかり決められてますからね、状態はいいんでしょうね。さあそしてカット、ナイス。ビッ、さあ20を消せなかった、カットできなかったのは命取りになるのか。そしてどうする、ああ上行く、カットだ。やっぱり大石選手の20っていうのはですね、ものすごい破壊力があるので嫌いましたね。さあそして17カット、あーすごいビッグラン。ベッドで返す、すごいダーツ。これはよっぽどのことがないとね、ブレイクなんかできない展開ですよね。インナーから、インナーなんたる、ここでベッド、スリーのブラックじゃなくてフェニックス。さあ来るか、3投目大事、3投目怖いぞ。いやーすごいですね、フェニックスアイを出されて詰め寄られるも難なく3投。カリブル、ナイスアッツ。いやさすがプロ。すごい決勝ばかりで、もうねどの決勝がすごいっていうことじゃないですよね、決勝は全てすごい。今のはアンラッキーですね。まあ、ここはもうトーンエイティで挽回してくるしかないですね。多いし、アイキの破壊力に注目。ここに来て60絡まなくなってきてましたね。お互い今我慢の展開ですね。19からもう1本、そしてもう1本、あーナイス、ナイスアザ、134点、
田124残りで62残り山田幸10取りから行くんじゃないでしょうかね。そうですね。そして12じゃなく残にアレンジ。あ、これは来ましたね。大石焼きビッグチャンス来ましたね。60絡めてくればこれ決めますよ。さあ14トリプル、そして11ダブル、よっしゃー。ここでタイオフで、これで大石愛希がビッグチャンスですね。ブレイクセットで大石愛希得意の501先行スタートということになります。いやー見事でもね、さっきね面白くないからそんなこと言うなって言ってましたよ。ちゃんと言い合ってたでしょ。60入って決めるパターン140。いやー今日もすごい試合だ。さあ100点、どうしてワンオーティーワンオーティさあここで山田裕貴がトンエイティ、6時絡まずお互い失速タイムですね。イヤーポケットに落ちたよ。さあお互いちょっとここはちょっと一服みたいな状態ですけど、さあ116でこれは是が非でもキープしないといけない局面。しかし山田幸上がり目がないので楽に投げれますね。60絡めて、うん絡まず、さあここで140来ましたが大石愛希8ダブル、さあ大石愛希がいよいよ2017年の9月以来ということは1年8ヶ月ぶりですか。あや1年8ヶ月ぶり、これは山で行き力尽きたのか。さあ大石焼きここは19からの展開、そしてビッグラウンド、山で行きの状態も考えたビッグラウンド。
ビッグラウンドからのバットラウンド。いやーこれはほぼほぼもうダメ押しですね。また展開が変わりますけどね。さあここ集中できるのか。1投目から来た、しかも下2投目、そしていやしかしオーバーできてないのでね。さあどうするんだ。19決まらずですね。大石選手も優勝を前に硬くなってきてるのか。これ6本ですけどもう顔芸どうにかしてほしいですね、ヤンマーのね。さあ19トリプルトリプル、少し精度が落ちてきますね。さあ15に、あれれ決まらず。まだ分かんない、これは。おー、ここでまた吹き返してきた山田裕貴。これブル3本入れられるのか。かろうじて全部今アウトサイドだったね。全部ブルスミで3本消えましたね。すごいですね。さあそして大市愛希得意の01、しかも先行501ということでね。2投目が少しぶっ飛んだ感じですね。少しやっぱりね、2人とも疲れもピークでしょうから。18分乗ってきた。すごいですね、レベルの高い試合、ナイスゲームです。さあ下につけたので通す、通してこれず。ここで痛恨ではないですが60ですね。少し点取り甘かったですね。さあ山田裕貴ここいけるのか、いけるのか、いったー、トンエティー。
さあ102の多い日に対し107ですね。さあこれは19からどうすんの。そうだね。さあ残にしっかり決めたい。決める、山田ブレイク。流れは完璧に応じたんですけど、山田優輝が引き戻しました。さあそしてここもコークですね。あーコークなしですね。ここすいません、ここもコークなしです。さあそしてあのこれもうあのこれ多分もうわざとですか、多分わざとですか、皆さんあの心配しないでください。少しダーツがダーツのグルーピングの部分がちょっと大きくなってきましたね。ちょっと山田選手が有利になってきた感じしますね。先ほどの大内大城戦もそうですが、もうここまでのレベルになればですね、本当に小さなことで。チャンスが来たり来たり、それが面白いダーツ。60だ。15から17から、そして16。さあ意地のベッド、そうですね、山田選手がやらなくていいことをね、やっなので大石選手も気合入ってきましたね。さあここはもう、おー来た、となるとカット、そして15。あーいやいや面白い面白い面白い、非常に面白い。そしてプル、絡まず。ヤンマはひげが重いかもしれませんね、ずっと下向いてますけどね。山田裕貴先行のクリケットをキープ。さあそして大石愛貴入れ替わりで先行のクリケット。いや面白いですね、あの局面からのこの展開、ちょっと予想できませんでしたね。さあ19、
下につけたんでね、トリプル来るかと思いましたが来ませんでした。ダブルカット。さあ山田幸、今日得意な18。バットラウンド。さあ大石選手がこれで楽になりました。粘りました。山田幸と粘りです。ダーツを投げながら息が上がる男、山田幸粘る。さあ先ほどもね16からの大逆転がありましたからね。したカット、18うまい。そういう攻め、そういう攻め。いやーかろうじてだ。さあ山田幸、インナー、インインだ、インナインナ来た。さあ大きくオーバー、トリプル、トリプル。いや面白い、面白い、これは面白い。イン、トスですね。さあこれで大石選手が楽になりました。これで大石選手が楽になりました。さあブル3本ですからね、問題ないと思います。いやでもインナーか、あ15に切り替え。ワンチャンはありますけど、そんな漫画みたいなことができますかね。さあこれで楽になりましたね。勝てん、インナー、あまりなし。おいしょ。さあ11。ダーツも格闘技ですね。すごい展開になってきました。いや面白い展開だ。山田考える、山田考える。
寝た、そのまま寝た。最初からクリケやったっちゃろ、あなた。あ、50？ え、50だったんだ。あ、じゃあ考えたんだね。最後山田裕貴のゴロではない。最後悪い病気出ましたね、3投目山田裕貴。3投目ね、やっぱり山田裕貴プレッシャー感じてるんですね。山田裕貴のフォロースルー3投目。あー、もう続けるんですね。まだまだ分かんないですよ。先行後入れ替わってますけど、ここでロースコアが来ようものなら、そしてブル、まあ、ブルからのサブロックアレンジね。いやー、でもこのサブロック怖いですよ。サブロックは、うち決めた。山田裕貴岐阜大会、すごい決勝でした。ドラマティックパーフェクト、壮絶なる決勝を制したのは山田裕貴。ないと大丈夫。ギリギリです。はい、山田裕貴登場です。やった。あ、やっぱり あのチョイスの時、航空チョイスの時、あれ寝てました。寝てたよね。寝てないです。寝てない。いや、でもそんだけ疲れてるでしょ。いや、もうどっちにしようと思って。どっちにしようと思って。クリケットは無理だ。って思った。あ、なんで無理だと思ったの。長くて。あ、時間かかるから。はい。あ、4ラウンドだったらいけるかもしれないっていう。いや、すごいね。やっぱすごいわ。なんか飲んだ方がいいよ。めっちゃ、うん、飲んでいい、飲んでいい。すいません、なんか、うん、全然全然。あの、持っていかないかんすね、あの飲み物を。あ、具合悪い。いや、水分がすごい汗をかいて、めっちゃ飲み物飲みたいみたいになったんですよ。なんで、でもさ、あんな大声上げてさ、インタビュー答えなかったらさ、別にここまで来れたんですよ。あ
れなんで、なんて言ったのあれ、全然聞き取れんかったけど。いやもうふざけただけです、ただ単に。なんてふざけたの。風月堂さんが、あれです、あれです、なんかあんまりなんて言ったか分かんないよ。分かんない、分かりました。中身は薄いっす。はい、それからですね、ちょっとね、今日ね、ちょっとファンの皆さんいっぱい残ってくれてたんで、ちょっと質問があるんで、なんか質問ありますか。アクエリアスのラベル剥がしましたねって。いや、自家製のいい。今度山田さんと食べに行きます。あれです、頭回ってない。あー、また来ました、出山さん。ありがとうございます。これとりあえず俺ハイボール飲んどっから、これ。もうどうぞどうぞ。ヤンマかわいい、ナイスゲーム。なんで質…あ、なんかチャリ盗まれたの。チャリ盗まれたっす、もう。なんで盗まれたの。わかんないです。どこで、どういうシチュエーションで。その店の下の、あの奥の駐輪場の、駐輪場の、しかもその自転車3台つなげてて、1個だけ盗まれました。3台、それ鍵してた。はい、だからその切ったんだと思う、その1台だけ。あー、カットされたんです。残り2台の自転車と鍵はそのまま。その自転車って何の自転車。いや、なんかその有名な選手のが作ったやつなんで。いくら。いやいや、そんな高くないです、5万ぐらいです。5万なの。でもあの、ちょっと希少価値がすごいんですよ。あ、だから社長に内緒で僕があのバレルを作ったみたいな。メーカーがないんですよ。メーカーがないのね。自分のものにしたわけだね。そうだから、すごい希少価値があるやつだったんですけど、ちょっと意味が全然違うような感じ。あ、そうですね。ちょっと違う、違うけど。いくらのチャリまで狙われてた。ヒゲはどこまで伸ばす。ヒゲ切ったよね。切りましたよ。切った、はい、ほら、はい、切りました。なんで切ったの。いや、なんかうまくまっすぐなってくれなくなったっす。え、なんか汚い感じ。汚い、まあ、ふにゃふにゃなって、ふにゃふにゃなって、ふにゃふにゃなったんでちょっと切りました。で、ルーティーンの時にいつも下向いてるじゃない、はい、あれがヒゲが重かったからわけ。ヒゲが重かった、そんなこと言われてるんですか。いつもこんなになってる、なんで、なんで。いや、あれ集中の、もう山田裕貴のポーズ。いや、ちょっと言えない。顎がちょっとしゃくれた方がいいんで。しゃく、もう意味が分かんない。やばいですね。全然意味が分かんない。待って、あのチャリ可愛いのね、闇営業大丈夫です。大丈夫ね、闇営業。山田さんの売り上げどうですか。やばいですね。あ、やばいやばい、潰れそうです。6月はね、6月です。あ、6月だけは潰れそう。まあ6月はね、大体悪いもんね。山田サンド関東に出店をね、まあ、いやただでさえこの状態なのに関東に出したらもう終わります。間違いない。ヒゲ、今のはかっこいい。あれです。で、頭回って旭川間近でヒゲ見てすごかった。俺もあれ、税金いく、今日の、例えば今日優勝賞金は35万だっけ。あ、税金が、あ、いやいやいや、100万の優勝賞金ですね。はい、100万です。で、振り込みはいくらなの。いくら入ってくるの。いや、わかんないです。え、通帳見たことない。で、100万で入ってこないの。税金いくらって聞かれる。そのまま入って自己申告する感じ。わかんないです。え、わかんないの。いっぱい入ってくるからわかんないです。違います。山田裕貴のさ、これさ、嫁だいぶ猫ばばされると思うから。はい、他には何かないですか。ヤンマイ73が、73が好きなんだって。顔色大丈夫ですか。これ顔色悪いよね、純粋に具合が悪い。あ、日焼けはしてますけど、今日はちょっとマジでもう、はい、めっちゃしんどいです。他はないですか。下向くルーティンのこと、別に関係ないですよね。下向くこうやって、あれは何、首が重い、頭、ひげが重い。いや、今度じゃあ上向いてみますよ。うん、上向いて。この後、この後島ね。この島ですよ。大丈夫。いや、だからもう、とりあえず岡山まで今日行って、明日始発で島です。もう間に合わない、今日間に合わないんで。あ、間に合わないから。間に合わないです。あ、
岡山止まりですね。いやでもね、佐竹青くんからのメッセージ、金より時間名言、いや俺感動した。俺も佐竹くんと同様感動した。何に感動したかって言ったら、時間。え、僕、いやいやいや、時間が4ラウンドフィニッシュを考えて50選んだっていうのがね、いやいや俺も絶対クリケットと思ったから。そういうことですね。あれ感動した。そういうことですね。ああ、いやいや、はい、もう勝ちたいだけだったです。勝ちたい、いやすごい。あ、じゃああれでもう兆候だったんだね。いやめっちゃ悩みましたよ。でもクリケの方がなんか途中でチャンス回るのあるのかなと思ったんですけど、いやもう無理だと思って。いやでもね、俺ずっと放送してて、最近のね、大石君ってもう50に圧倒的な強さを見せるから、あ、もうすごいのよ、50のトーン AT 率がだからすごいから、まあまあまあクリケだろう、50選ばないだろうと思ってた、思ってたんやけど、その直前の01でちょっと失速してたから、60が絡まなくなってたからね、どうなんだろうと思ってね。よかったっす、01で弟子入りして、うん、もうそろそろね、この辺で解放しますが、最後じゃあ3つぐらい質問受け付けますので。弟子とか取ってますか？取るわけない。新弟子。いや、取らないです。取らない。取らないです。身長173以上だっけ、あれ新弟子。いやいや、わかんないですけど。本当です。今日のコンドルは何、ヤワコン、カタコン？ヤワコンです。あー、何？ソフトはヤワコンです。あ、ソフトはヤワコン、統一です、ね、あー、統一で、あー、でもそれはすごいな、はい。あとは、なんで、まあまあ、ゼロワン選んだのはもう分かりましたよね、ゼロワン選んだのは。もうそろそろ、じゃあ質問、お忙しいと思います。練習時間あるんですか？練習はしてます？はい。え？はい。はい。してます。弟子に。なんでも静かにやる。竹本先生、投げるの遅すぎて机にもたれてたの。いやいや、でももう常にちょっと机がないとしんどい状況であります。あ、今日？はい。あ、でも竹本さんの時はちょっとあの香りの試合が気になっとったっす、ね、遠くでやる。あー、顔、今日ベスト8。あ、ベスト16。いやいや、16だったっすね。勝て取ったっすね。あれ、いや、でも今日すごか…あ、そっちの試合見ながら竹本と試合してたの。はい。竹本に言っとこう、俺。いやいやいや、山田竹本戦。いやいや、ちょうどよかったっすね。遠くの嫁の試合をお前見られてて、はい、負けたんかい。いや、でもそのラウンド投げるでしょ、うわーってなってパッて見てもまだ竹本さん投げてましたもん。やっぱなんとなくもう一回やって。いや、だからモッチさん投げて、香り投げてっていう1ラウンドを見てから振り返っても竹野さんもない。いやいや、そんな作戦です、僕もやっぱそのあんまり惑わされないように。え、で、何で結局勝敗はどうだったの？あ、何なんで勝ったの？3-0で勝ちました。あ、3-0。やっぱおかげさまで。山、嫁のダーツを見て、モッチのダーツを見て振り返ったらまだ竹本が投げてるって。そうです。で、一呼吸置いたらちょうど入れるぐらい。でも嫁もすごい良くなってきてるよね。今日勝ちそうだったっすけどね、もったいない。ダブルが、ダブル外したんですよ、3ラウンドぐらい。あ、3ラウンド、3ラウンドぐらい外したんじゃない。 そんなことは克明に覚えてんだ。もうずっと見てたんで、トークをうわーって、その5セット目ですね、5セット目。いやいやいや、うん、面白いね、本当本当面白いわ。はい、ということで、もうこの辺でよろしいですか？はい、見事パーフェクト第16回岐阜大会優勝を飾った山田裕貴選手、おめでとうございます。ありがとうございます。最後に一言皆さんに。いやー、もう本当、あとは全部勝ちます。もうちょっと元気で最後までいれるように頑張ります。来週大丈夫よね？来週大丈夫。あ、来週はそうですね。来週誰とパートナーなの？そうですね、社長と組む。そうですね、はい、なんでこんなにさ面白い展開なのかね。来週パートナーっすよ。やばいっすね。いやいやいや、頼むよちょっと。今日の俺目に焼き付けとおけ。最後10年前組んだよ。そうですよ、優勝したからね、大阪。はい、僕はもうめちゃくちゃ思い入れがある。あれ、社長にビビってましたよ、選手たちが。ほとんどね、
いやその頃俺も結構入りよったよね。入ってたし、なんかあの遅れてくるからめちゃくちゃプレッシャー、遅れてくる選手にめちゃくちゃお前なんで遅れてきたとやって言った試合に来る選手。それ冗談やけ。いや冗談だけど、なんかあんま入ってなかったですみんな。だから先にもうずっと投げてて、空投げしてて、来る選手来る選手、来るの遅いみたいなプレッシャーがすごかったですもん。ごめん。すごかったです。いやいや、だって遅かったっちゃう、はい、確かに遅かった。はい、ということで、もう言うの？すいません。はい、ということでですね、次回7月14日第16戦パーフェクト神戸大会 PT200 3本ホールで行いますんで、次回もちょっと、はい、優勝した後次ダメだからやる。そうですね、ちょっと続けて次回もちゃんと作ってください。はい、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。